あなたが完全健康になるには生命力の偉大さを自覚したら病気は恐れる必要はないどんな問題がありましょうとも神は必ずこれを解決する力を持っていられるのでありますしかもその神はあなたのうちに各人のうちに宿っていられるのでありますからまずそれを自覚することが必要なのであります神が外に増しまして天の高きところからや 十万億度の金らや我々をみそし下まいて我々が行き詰まって処置に困るようになった時や死に瀕した時にのみ頼めば救ってくださるというような古き時代の宗教は捨て去られなければならないのです。中略宇宙を作った大いなる生命力そして内臓も骨も何もない卵からこの複雑極まりなき人体を作り出した不可思議偉大なる力が 我々の内部に流れているのであり、その偉大なる生命力こそ自分自身であるという心理に目覚めたならば、我々はもう何事に対しても恐れることはないのです。病気などは何だバイなどは何だ病気に対する恐怖などは、自分の生命力よりも何か強い残虐なるあるものがあって我々自身に襲いかかってきつつあるという迷信から生ずるものでしかないのである。しかし、諸君よ、 諸君がひとたびこの成長の家の思想に触れるならば、病気に対する別の考えがあなたのうちに出来上がる。もはや、病気は決してあなたにとって強大な襲い来る力を持ってはいないのです。真相審判心理第2巻115、116ページ。健康なのがあなたの本当です。神のあなたに対する見心は、あなたを健康にしてあげたいということです。 幸福にしてあげたいといととうことです神があなたを病気にしているとか罰を与えているとかいう考えを捨てなさいすでに神はあなたを健康に幸福に作っておられるのですそれなのに不健康に現れたり不幸な境遇に置かれたりするように見えるのはあなたの想念が実相本当の姿の上に雲のように覆いかかって実相が見えないにすぎませんどんな病人も今私は病気している といいう考えを捨てなさい今私は神に作られたままの健康である健康であるのに不健康に見えているのは私の感覚の錯誤である神が一度自分を健全に作りたもうた以上は何人もこれを不健全に作り変えることはできない私は今現に健康であるこう名目して繰り返し念じなさいそのような思念を毎日毎日繰り返すのがよろしい自分の潜在意識の中に 人間、神の子、本来健康の壮年を毎日毎日注ぎ込んで人間は病むべきもの死すべきものという人類的壮年を駆逐してしまうのですどんなにコップの中に泥水が入っておりましょうともこれに水道の水を繰り返し繰り返しコンコンと注いでごらんなさい泥水はいつの間にか追い出されて清水ばかりになるでしょうそれと同じように産まずたゆまず 健康の想年をあなたの潜在意識に注ぎ込めばやがてはどんな頑固な病的想年でも流し出されてあなたの潜在意識には健康の想年ばかりが満ち満ちることになるのですそして潜在意識は自律神経を媒介として自己の想年を肉体にまで現実化するのです深層審判心理第7巻328329ページ明るい心の癒す力 常に明るい心による刺激は化学薬品による刺激のようには副作用はなく機械や運動による刺激のようにはエネルギーの昇降や疲労を伴わないのである明るい心はこの世で発見された最も無害な保険剤であり活力興奮剤なのであるそしてその活力を興奮させる効果は特定の臓器または一極部のみに働くのではなく 全身のあらゆる臓器、あらゆる組織にまんべんに行き渡る。だからどの病気には効くが、どの病気には効かぬというようなことはない。笑いと感謝は明るい心の二つの表れである。これを大いに実行すれば、肉体の全組織が復活せられて、ほとんどあらゆる病気を癒すことができる。心配する心を捨てよ、取り越し苦労や持ち越し苦労を捨てて、今生かされている生命を喚起せよ。 その生かされている生命の喜びからあなたの健康も事業もめきめきと良くなるのである。真相審判心理第10巻261ページ幸福になるにはまず微笑みなさい。微笑みなさい。喜びなさい。そして私は神の子だと思いなさい。そこから万事が愉快に解決するようになるのです。すぐあなたの行き詰まっている問題が解決しないにしても 微笑する時から一層全てが良いように方向が変わってくるのですしかもその微笑みが人間は神の子だ幸福になるより仕方がないのだという考えから出発したものである場合にはさらにさらに一層あなたを幸福にするのです人間神の子何という素晴らしい思想でしょうこの考えはあなたをあらゆる方面に高め上げてくれます人間は神の子だから何でもできる 良いい。こととななら何でもでもきると考えなさい心配や取り越し苦労をしている暇に人間神の子神様に守られているからきっと良いことが来ると考えるのですそして喜びなさい微笑なさい本当に良いことが来るのですそして毎日良いことが来る前からすでに日々良いことを与えてくださいましてありがとうございますと感謝するのです感謝すればするほど良いことが来るのですまだ 良いことがあなたの前に現れなくってもそれはすでに与えられていて今来つつある途中にあるのだと考えるのですそして希望に満ちて毎日明るく微笑をするのですあなたの境遇でもあなたの肉体でも健康でも良いことが来るという想像と希望と明るい心と微笑とには極めて敏感に反応するのです深層審判心理第1巻298 ページ今与えられているものに感謝しなさい。今あるものに感謝しなさい。きっと、何かあなたは神から、または周囲の誰かから感謝すべきものを与えられているに違いないのです。空気を与えられています。水を与えられています。日光を与えられています。目を与えられ、耳を与えられ、鼻を与えられ、口を与えられ、 手足を与えられています。まだまだ数え上げれば無数でありますが、その今与えられているものに感謝することから、心の喜びが湧き出てくるのです。心の喜びが湧いてくると、その喜びの心の波長が、次の喜びを引き寄せる波長となるのです。なぜなら、類は類を呼ぶというのが心の法則であるからです。真相審判心理第1巻281ページ。 他の人の幸福を祈る心になりましょう。人を祝福しましょう。あなたは人より祝福せられます。私たちは時々他の人が自分に冷淡であったり、利己主義であったり、過ちを犯したりするのを見て、腹が立ったり、嫌気がさしたりして、祝福することを忘れがちです。そのために私たちは神から放送されている祝福の礼拝を受けえない心の波長になるのです。神は我が家の。 戸の外に立ちて祝福の波動で扉を叩きたまえども、自分自身がその絶縁体で扉を閉ざしてしまうのです。祝福するとは、賛美し、感謝し、相手の幸福を祈ることです。キリストの治病伝道の歴史を見ますと、彼はまず神を賛美し、次に感謝し、そしてその人の幸福を祈っているのです。この三つを忘れてはなりません。自分の霊力で病気を治すなどと考えてはなりません。 イエスの驚くべき治療力は、我自らにてはなしえず、天の父我にいまして見業をなさしめたまうと神を賛美しているところに根源があるのです。真相審判心理第9巻120ページ。